はい、皆さんこんにちは。今日もエンドゾーンの DLC ディスタントプライシーズやっていきたいと思います。前回若干だけ死にかけましたが、ある程度落ち着いてきましたので、今日はその続きをやりたいと思います。まずは遠征に行きましょうか。とりあえず近場から行きたいと思います。バッジ持ってる子が結構出てきましたので、入れていきましょう。ツールの方少し持っていけということなので、簡易ツールを持っていきたいと思います。どうしよう。これでまだいいかな。とりあえず、あんまり、音質後にはないと思いますので、食料もこれぐらいでいいでしょう。砂嵐来ちゃいましたね。今日はできたらですね、少し人口の方を増やしていきたいなと思っています。ただちょっといろいろなところがもう、足りていませんので、そこら辺動画ね、回せるかどうかがわかりません。さあ、とりあえずここを取っていかないといけないんですけど、壊れてるのであんまりできてないな。459、150、あ、ここめちゃくちゃいっぱい、品物がありますね。廃材の方は大丈夫そう。食料は約3000ですね。畑など徐々に作ってますが、ちょっと追いついてない感じもするな。そして、人が死んでますので、お墓の方をここら辺に建てておきましょう。あ、めちゃくちゃ死んでるな。めちゃくちゃ死んでましたね。悲しいことに、ここで人が大量に亡くなっていました。はい、そして偵察が終わりましたね。次のところ、どんどん偵察に行かせています。さあ、品物の方はツール結構少ないな。防護服系はまあまあある。あと、ハーブ系が若干減ってきましたね。こちらの方ちょっと心配ですが、このまま行きましょう。人口の方は130人前後か。ここから動いたりすることはありませんが、今から子供が結構行けると思います。どうしようかな。建築関係にも少し移したいところですが、そんな余裕があるかどうかですね。さあ、とりあえずもうすぐこれ出発するのかな。簡易道具が集まり次第、出発できるということなので、このまま待っていきましょう。人口の方どうかな。130人超えて、子供の方が、ガンガン増えてますね。なので少し当てはめていきましょう。建築関係、水もやばいな。水2万5000とかありますが、なくなるときは一気になくなりますので、気をつけないといけません。ダメだ。建設の方に人を回す余裕があんまりありませんね。除染の方にも回さないといけないし、結構回さないといけない場所がいっぱいですね。住宅地にはまだ子供が入れるのかな？もう少し住宅地には入れそうですね。あ、ここら辺と入居してる者がいないので、大丈夫かな。シェルターの方に少し行ってるのかもしれません。さあ、どうだろう。物流系をちょっと増やして、廃材の方は大丈夫。ツールは作ってる。ああ、こいつら来たのか。めんどくさい時に来たな。あ、全然貢ぎ物足りないや。水1万8000。これはちょっと無理。食料が1000。1000ぐらいでなんとかならないかな。ちょっと厳しいですね。貢ぎ物が。9000でいけるかな。ちょっと行ってみましょうか。ドン。まだ一応ですね、干ばつの方は来ないのでギリ耐えられるかなというところですが、食料と水は本当に気をつけないとダメですので、このままちょっと様子を見ていくしかないですね。さあ、なんだろう、簡易ツールまだ運ばれない。やばいな、家の方も全然、あれですね、修理が行われてません。建築関係に人もうちょっと当てないと、間に合っていませんね。ちょっと資源の生産の方を少し、当てていきましょうか。家の方がないとちょっと困るんですけどね。この辺でもちょっと修理していきましょう。さあ、偵察の人が終わりましたね。
次の偵察場所も行きましょう。さあ、ここ、採取系が、ないんですね。人がいない。さあ、ちょっと増えたぞ。ここもかなり人が減ってきてますね。大丈夫なのかな？食料とか、こっからきつくなるのに、薬草系もないですね。服もない。木こりをもうちょっと減らすか。で、代わりに少し食べ物系に回しましたが、すぐに人なくなってしまいましたね。食べ物はギリギリのところです。どうしよう。こっから。ここの生産が電子部品もしてるのか。布の方がいらないので、布の生産は少し外しましょう。金属、プラスチックもいいかな。プラスチックも一旦ちょっと休めて、入れないでおきます。さあ、水の方は徐々に復活してますが、大丈夫かな。廃材の方は1500、400大丈夫。よし。墓地の方も人が足りない。ここは何待ちなんだろう。食品と薬草待ちか。全然運ばれてませんね。このツールも全然貼った。簡易道具だけなのにな。全然ダメですね。優先的に入れましょう。さあ、いつの間にか5人増えてましたので、ちょっと入れていきましょうか。まずお墓入れて、炭の方もちょっと危ういですね。で、食べ物だな。やっぱり食べ物をなんとかしないといけないので、釣り人と漁師を入れておきましょう。よし、これでどうだろう。これで少し良くなればいいんですけどね。防護服系がちょっと充実してきたのはありがたいですね。さあ、お墓の方を確かこっち側にも作ったけど、こっち側の方は全然足りてませんね。さあ、またこの食料を貯めたりするやつが来ましたが、これが難しいんだよな。なかなか人、いない状況でこれを貯めるのはきついですね。なのでちょっとこちらの方は無視しつつやりたいと思います。ツールも微妙には溜まってるかな。薬草がないけど薬がある。布がいっぱいありますね。電子部品もないと。食べ物もう少しなんとかしないとかなりきつくなってきたな。ここ道引いてと。さあ、備蓄されてるのは汚染されてるということで、水の生産と炭の生産。これはほっといても大丈夫そうですね。やばい、食べ物がやばいぞ。食べ物がかなりやばくなってきましたね。こちらの方、上の方から取ってもらわないと、ここら辺の開拓ができないので、こちらの方に少し移したいと思います。よいしょと、引いて、水を取る場所がないな。可能かどうかわかりませんが、ここでちょっと牧場を立てていきましょう。なんか動物も結構歩いてるので、狩猟小屋とかも作っていけば、なんとかなるかな。さあ、問題は、こちらの簡易道具がめちゃくちゃ運ばれないってことですね。食べ物もまだ300ちょっとあるから、上の方には出てませんが、下の方には出てませんが、ちょっときついことは間違いないですね。この除染は入ってますね。除染のやつは入ってるので OK です。井戸か。井戸の方に人がいないんですね。さあ、食べ物系がちょっときつくなってきました。人口の方はだいたいこれぐらいで安定ですね。子供の方も40人前後なので、これぐらいで一旦様子見ないと食料がめちゃくちゃなくなる事態が発生するかもしれません。なので、とりあえずこれで様子見ですね。よし、ここで、ハリウド行ける。よし、ここで、イノシシ、とりあえず飼っていきましょうか。イノシシさん飼っていきます。狩人のところにもう少し人を入れないといけないな。
あとは、下手は大丈夫。これを維持したい。回収がちょっと危ないですね。回収業者を入れないと、資源が取れなくて終わる可能性があります。まあ、ちょっとどれを切らせても今の時点だとかなりきつい。やばいな。そして簡易ツール全然入れてくれないな。なんか人が足りないの？警察の人が足りないからか？こっちの物販の方も入れてくれてませんね。人増えてきた、増えてきた。ちょっとずつ増えてきましたので、少し人を増やしたいと思います。そんな泣かすな、嵐と。困ったな。さあ、ここに偵察行かせましょうか。えい。さあ、これでちょっと家の方を修理しないといけなくなりましたね。動物の方はまだ入っていない。カリウドが捕まえてくれるのを待ちましょう。ここにいるんだよね。ここにいますね。ついに食料の不足のマークがついてしまいました。これはかなり危険です。ちょっとずつ増やすか。少し人を食べ物の方に回していきましょう。なんかめっちゃ人増えたぞ。このタイミングでこんなに増えるのはちょっと危険な気もするな。さあ、干ばつが終わって水が戻ってきたので、ここからですね、収集小屋、採取小屋かなの方が食料取れるようになりますので、ここから少し大丈夫になるかもしれません。よし、廃品回収。あとは、やばい、薬草がなくなった。薬草がなくなりましたね。ハーブがなくなりましたので、ハーブもしっかり取っていきましょう。そうですね。食料品がかなりやばいんですよね。食料カテゴリーをあと1個作れと言ってますので、とりあえず作るか。畑。畑を作ろう。畑はすぐに出来上がるはずなので、カテゴリーを作るだけならこれでいいと思います。これで980。食べ物もらえますので、若干ですね、微妙に、つなぎはできるのではないでしょうか。よいしょ。さあ、ここに送っていきます。さあ、どうだろう。ここもうすぐ完成かな、畑。あと1クリアすれば、できますね。早いところ、食料が欲しい、27。間に合うかな。この人が多分、火を切れば、終了ですね。はい、これで食料が入りましたので、少しの間、ほんのちょっとですが、大丈夫になっているはずです。600とかですね。ここの数字も徐々に解消されてますので、OK。ほんとギリギリだな。水を貯めるとかの、このサイドミッションは無理ですね。よしよし。牧場の方も、もうちょっと入れば、ここはもう肉が生産されてますね。ハーブがないときついな、ここからは。そして探索隊がついに出発してましたので、ここら辺の探索していきましょう。トマトの種ゲットした。そしてもう一個は、これ、ハーブか。これだけですね。なんか時間かけた割には少なかったですけど、まあ、ちょっとトマトの種ゲットできたのは嬉しいですね。ここ、ピーマンじゃなくて、早速トマト植えておきたいと思います。診療所。よいしょ。帰ってきたらまた別の場所に派遣しましょう。いやー、これ結構きついなー。ギリギリ。こんなにギリギリだったっけな、いつも。さあ、ちょっと廃材の方を確認していくか。200。これゼロになってた。危なかった。ゼロになってますね。こっちの方にあるので、ここにやってはめておく。こちらは1400、200。よし、まだ大丈夫そうですね。さあ、あとは、干ばつが来る前に雨が2回か。水の方が1万切って、出る感じですね。
水が結構厳しい。さあ、遠征隊が帰還しましたね。よし、こっち側にも少し水を作っておきましょう。橋。ああ、これ、対になるように橋を立てておいて、こうかな。で、給水塔の方を立てておきましょう。あんまり近いとこっち側の橋の水持っていきそうだな。それだけちょっと気をつけていきましょう。で、ここには雨水装置を立てておきます。よし、これで水の方、あ、やばい。廃材が一気になくなったぞ。廃材が一気になくなったのはまずいぞ。これなんだ？あ、修理するためのものがないのか。これは困ったな。タスクで入れましょうか。ここら辺のもの適当に取ってくるように命令しておきましょう。あ、そして、なぜかいつの間にか22人増えてましたね。食べ物のところに結構入れておこうと。こんな感じで食べ物重視で入れておきましょう。いやー、人増えたなー。さあ、建設工の人にちょっと修理を急いでもらいたいと思います。さあ、これで、あ、少し取れ始めましたね。うん、これで大丈夫だ。廃材の方修理行ってる。大丈夫そう。こっちの方も大丈夫ですね。これはなんだ？あ、除染ステーションの人が足りないのか。さあ、食料がかなり足りなくなってきましたね。これは参ったな。ああ、本当にどうしたもんか。畑の方をもうちょっと立てておきたいと思います。16×16 と。よし。さあ、そして探検の方にちょっと向かわせましょうか。どこが良さそうかな。教会の方はいける？いけますね。ちょっと教会行きましょう。こんな感じで、これも、ここ、6個ぐらい持っていきましょうか。はい、これで、探検の方行くので、新しいのが見つかるといいですね。食料がやばい。病院の方も、ハーブがないので、かなり危険ですね。まあ、そう言っても、どうすることもできないので、ひたすら人を当てはめていくしかありません。よし。あとは、干ばつが近いので、そこだけ気をつけましょうか。氷、木は1300ある。まだ大丈夫ですね。よし。ここ、ガンガン運んでるな。講習中か。道具を別に運んでるわけではないんですね。機体の方が結構ある。あ、ここ全然回、あ、もう満帆だ。回収できませんね。これは不満がたまるやつだな。農家の人をもうちょっと増やしたいんですけど、農家の人入れるほど人に余裕がありませんね。よし、建築業を入れる。さあ、魚の方ってアップグレードできなかったっけ？そうか、できてませんね。割に電気使って少し効果が上がってきてるので、そうか、食品系、少し電気入れましょうかね。食品系で電気はないか。ここら辺でも電気いらないやつしかないので、電気は必要ない。ただこの、廃材を取るやつは電気が必要なので、こちらの方で少しいけるかもしれません。はい、探検の方が来てきましたね。まず教会に入っていきましょう。門から入っていくと。さあ、これで木のベンチ、ありますので、こちらに行きましょう。木が60。さあ、様子の方も見ていきましょう。あ、住民がマイナス6になったぞ。さあ、これで終わりましたね。なんだ、教会全然ないな。廃材と木材。木材がいっぱいですね。電子部品。こんだけでしたが、とりあえず帰りたいと思います。さあ、食べ物などがいろいろ限界に来ていますが、とりあえず今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、足りないものを補っていけるよう頑張っていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。